はい、どうも、イズログです。今日は4月の4日か。4日ですね。はい。今日は、1日、ジモティで物をもらいに行ってました。そのもらったものに関しては、また他の 動画を見てください。概要欄には貼り付けてはおかないな。一応この動画よりも前の動画になってますんで それ探しといてください。もらったものといえば、スタイロフォームを少々と、ドア1枚。あとは端材かな。あとは、材といっても意外とね、なんだっけな、防水加工がしてあるオレンジ色の材が、ベニヤとかあるじゃない。あれを、ガーデニングかなんかでちょっと泥除けっぽく使ってたのがあるんだけど、全然、板がね、傷んでないんよね。だから全然使えると思う。だって中身、板の裏とか全然新しいまんまだったからね。あれは全然いけるよね。だからそんなんで、ティッシュどこ行ったっけ。そんなので、結構もらってきました。で、材と、あとはドア1枚。と、あと、サッシだ。窓5000円、ジモティで5000円で売ってる人いて、2枚で5000円で買いました。多分安いであろう、ということを祈りつつ、今後は多分、書斎かな。客室かは迷いますが、どっかにつけます。キリがいいところでね。だからできれば書斎がいいんだけれども、いかんせん客室にも、にしようかなって感じですね。なんで大体資材を集めてドンって始めるのか、両方並行してリフォームするのか。それで迷っちゃいますけど、とりあえず物がないことにはどうもこうもならないので、物を集めつつ、で、物を集めないものが、ジモティの人たちとの、アポイントメントがないっていう時には、ちゃんとこっちをいじる感じになります。で、スキー場に行っていた反動か、最近、めちゃくちゃ刺身が食いたいです。なんで、毎日、刺身だし、でもね、こっちのイオンめちゃくちゃ刺身がね、安い。なんでかはわかんないけど、やっぱり、こっちの方が生活はしやすいね。で、あとは早く電気を、入れてしまってもよかったんだが、配線を見ると、信じられないことに、蛍光灯とかに伸びてる裏の配線あるじゃない。なんかあれね、何本かね、こたつのあの電源コードあるっしょ。ちょっとモコモコした。あれでね、無理くり延長してたりするんよ。だから多分ね、火事になると思う。使うところ使っちゃったら。だからちょっとそれも、正直待ってます。正直ね、怖いから、ちょっとやめてます。なんで早く床と天井のハチの巣を落として、とりあえずその配線が見えるまでは、
壁も破壊せにゃならんので、で今は昨日の時点で電気工事2種の試験問題の実技の方のね、あれも頼んであるんで、まああれでやりつつ、コンセントの増設もしていかにゃならんなって感じです。でも結構意外と秋田の地元ユーザーは優しいです。マジで。なので、まあまだちょっと秋田じゃ全然物が足りないし、値段つけて売ってる人の方が多いんで、まあ、もうそろそろ、まあもうそろそろつっても、10日じゃないか11日以降になるけど、その日にちょっとエブリーちゃんの、オーバーホールが終わり、それから、物をもらいに、地元ツアー行ってきます。関東に。まあそれで、だって今4月は物を集めるが主になると思います。なのでそれで、が終わり次第行ってきます。私。うん。うん。まあ大体こっちで本格的にリフォームをすると思います。なのでゴールデンウィーク明けにまでに着工か、多分それよりも早く着工はできていると思います。はい。な感じなんで、まあぼちぼちやっていきます。外ごもりプレイス、これから始動です。ではでは。